ビクトル・シュル・シェールは、フランスの政治家、ジャーナリスト、芸術評論家。フランス植民地における奴隷制廃止運動を推進し、1848年の2月革命により、成立した臨時政府の海軍省植民地担当国務次官として、同年4月27日付奴隷制廃止政令の制定にこぎつけた。 ビクトル・シュル・シェールは1804年7月22日、パリ国フォブールイコール・サンドニ通りのブルジョワ・カトリック家庭に生まれた。父マルク・シュル・シェールは、アルザス地方のフェッセンアイムに生まれ、アルザス陶磁器製造業者であった。コンドルセ高等学校卒業後、ジャーナリストとしてサロンに出入りするようになり、ジョルジュ・サンド、ベルリオーズ、リストラと知り合った。 やがて家業に携わるようになり、営業担当として1828年から1830年にかけて、米国、キューバ、メキシコに赴任した。この時、奴隷制の現実を目の当たりにしたシュルシェールは、文芸誌ルビュド・パリに奴隷制に関する記事を発表した。また、1830年から1833年にかけて、週刊誌、アルティストに、 美術評論を発表している。1832年に、父の陶磁器製造所を受け継いだが、間もなく売却し、事前活動に専念した。共和主義運動に参加するようになったのもこの頃で、後に、エティエンヌ・アラゴ、コドフロワ・カベニャック、ルイ・ブラン、ピエール・ルルー、フェリクス、ピア、フェルディナン・フロコンらと共に、アレクサンドル・ルドリュロランが創刊した、日刊誌、レフォルムに、 定期的に寄港し、さらに、フリーメイソンのロッジ、真実の友、ついで、寛大なる友情の会員になった。1833年、シュルシェールは、初著書、黒人奴隷制と植民地法についてを発表した。レジェフェリシテ、ソントナ・トゥーサン・ルーベルジュール・シュルシェールが生まれた1804年は、フランスの植民地サンドまで黒人の指導者、ジャンジャック・デサリーヌが独立を宣言し、 国語配置に改め、配置工程に即位した年である。サンドマでは1789年に、フランス革命が勃発した時に、有色自由人らによる内戦が始まり、革命政府によって、施設として送り込まれた、レジェフェリシテ・ソントナにより1793年に、奴隷解放が宣言された。1 7 9四年二月四日には、国民公開がこれを認め、 全フランス植民地で奴隷制が廃止された。だが、この8年後の1802年5月20日には、フランスを掌握したナポレオン・ボナパルトが制定した、政令により再び奴隷制が復活し、サンドマとグアドループに遠征軍が送られた。グアドループでは、アントワーヌ・リシュパンスの軍隊により、黒人の反乱が鎮圧され、サンドマでは、 黒人の指導者トゥーサン・ルーベルチュールが逮捕され、フランスで処刑された。しかし、翌1803年11月の戦いでは、フランス軍が大敗を喫し、ハイチ帝国が成立した。他の欧州諸国では、1807年にイギリス帝国とデンマークで奴隷貿易が禁止され、1815年のウィーン会議で、理論上、奴隷貿易の禁止が承認された。 1816年にはベネズエラでシモンボリバルにより奴隷制が廃止され、1819年に大コロンビア共和国が成立した。1822年、アメリカ合衆国によりアルゼンチン、大コロンビア、メキシコの独立が承認された。イギリスでは、1823年に反奴隷制度協会が設立され、1833年に、 奴隷制度廃止法が成立した。1838年には、都定制度も廃止され、黒人は完全な自由を獲得した。一方、パリでは、1822年に、キリスト共同特教会が設立され、この活動の一環として、オーギュスト・ド・スタールが、奴隷貿易、奴隷制廃止委員会を立ち上げた。植民地でも奴隷制廃止の要求が強まり、 マルティニークでは1824年から1825年にかけてシリロビセットらが有色自由人の市民権を要求するパンフレットフランス領アンティルにおける有色自由人の状況を配布するなどの活動を展開したがこのために裁判にかけられ10年にわたるフランス植民地からの追放を言い渡された1830年に帰国したシュルシェールは以後世界各国で 奴隷制に関する調査を行った。まず、欧州諸国を視察し、さらに再び、中南米を訪れ、カリブ海諸島における奴隷制の現状及び英国植民地における1838年の奴隷解放後の状況を調査し、調査結果を著書、奴隷制配し、アフリカ人及び根血の肌の色に対する偏見の批判的検証、フランス植民地、 奴隷生息時廃止、他国の植民地及び廃地、英国による奴隷解放の結果、労働者による奴隷生息時廃止の請願書で報告した。ポアンタピートルシュルシェール博物館の共造次に、イスラム諸国における奴隷について調査するために、東部地中海沿岸地方に向かい、トルコとエジプトに滞在した後、ギリシャを訪れた。この結果は主に、 1845年のエジプトで報告した。この後、同じく奴隷制と捕虜の状態を調査するためにサブサハラアフリカ地域に向かい、1847年9月から1848年1月にかけてセネガルとガンビアに滞在した。この間、1847年に奴隷制に関する過去2年間の出来事を表した。こうした調査の傍ら、 芸術評論家であった。彼は世界各国から多くの美術工芸品や民族史学、考古学の資料を多数持ち帰り、晩年に国立図書館、パリ国立高等音楽院、国立高等美術学校、トロカデロ民族史博物館、国立考古学博物館、国立中世美術館及びグアドループ、マルティニーク、フランス領ギアマの関連施設に寄贈した。 政治家、奴隷制廃止運動家、ビクトル・ド・ブロイこの間フランス国内では、1831年に、有職自由人の市民権が認められ、同年3月4日付法律により奴隷貿易が禁止された。1834年には、マルキニークを追放され、パリに亡命していたシリル・ビセットが有職人協会を設立し、植民地市を創刊した。同年、 キリスト共同特教会の奴隷貿易、奴隷制廃止委員会により、フランス奴隷制廃止協会が設立された。フランス奴隷制廃止協会の会長で、後に、外相ついで在営フランス大使に任命されたビクトル・ド・ブロイは、植民地、奴隷制に関する法改正のための委員会を設置し、自ら委員長を務めた。ブロイ委員会には、後に、海軍、 植民地大臣となったアンジェルネアルマンドマコーのような保守派も含まれていた。彼は奴隷解放よりも奴隷の境遇改善を主張しており、この結果、ブロイイン解放国を受けて提出、可決されたマコー法は、奴隷の結婚権、財産権、遺産相続権、本人及び家族の自由を買い戻す、権利、宗教教育や、 初等教育を提供する義務などに制限されたものであった。一方、早くから奴隷制廃止を呼びかけていたルマン聖霊会及び聖十字聖母マリア会の司教、カジミール・デュグージョーンは1845年にフランス植民地における奴隷制を表し、フリーメイソンも1836年にグアドループに平物で子ロ地を設立するなど奴隷制廃止の要求が強まっていた。 カイエンヌのビクトル・シュルシェール像1848年の2月革命により7月王政が廃止され、1848年の臨時政府が成立した。臨時政府には、アルフォンス・ドラ・マルティーヌ外相、アドルフ・クレミュー法相、フランソワ・アラゴ海軍相ほか、ルドリ・ロラン、カルニエ・パジェス、ルイ・ブラン、フェルディナン・フルコンらの奴隷制廃止論者が多数参加し、シュルシェールは、 海軍省植民地担当国務次官に任命された。彼は早速、奴隷制廃止委員会を設置し、自ら委員長として、奴隷制の全面的かつ即時廃止のための法令を策定し、臨時政府により承認された。同法令は1848年4月20日に発布され、フランスにおける奴隷制は廃止された。1848年憲法の制定とともに、 第二共和制が成立すると、シュルシェールはグアドループ及びマルティニークの人民代表に選ばれた。彼はマルティニークに置かれたフランス領アンティル統括政府の代表を務め、グアドループについては現地のルイジマチューを代理に任命した。シュルシェールは以後、グアドループ及びマルティニークの現状について、グアドループの選挙に関する新報告書、マルティニークの労働者、 農民にとっての真実、誹謗中傷に対するフランス国人、村ート市民の抗議、マリー・ガラント裁判、死刑廃止を発表した。また、アメリカ合衆国で、逃亡奴隷法案が可決されたことを受けて、アメリカ合衆国の奴隷制、逃亡奴隷に関する1850年9月18日付法律、キューバの反乱と、アメリカ合衆国を表した。1851年、 ルイ・ナポレオンがクーデターで実権を握り、皇帝に即位し、ナポレオン3世となるとクーデターに反対したシュルシェールは国外追放の処分を受けた。彼はスイス、ドイツ経由でベルギーに向かい、ブルッセルにしばらく滞在した後、ロンドンに向かった。同じく1851年にベルギーに亡命し、その後、ジャージー島及び、 ガーンジー島に移り住んだビクトルユン号を訪れ、交流を深めるようになった。1852年12月2日のクーデターについて、12月2日の一連の犯罪翌53連には12月2日の政府を表した。アンドレジルによるシュルシェールの風刺が1852年には、第二帝政の帝国憲法により、植民地における参政権の行使が禁止され、さらに、 アフリカインドの英国統治領からフランス植民地へ労働者を導入することになった。シュルシェールはこれについて、クーデターを起こした男たちと同盟を結ぶ英国の危険を表した。言動員政令により、植民地に見解が置かれ、55年のゲイドン法令及び57年のユスソン法令によりそれぞれマルティニークとグアドループに労働警察が置かれた。 1859年にナポレオン三世が国外追放者に恩赦を与えたが、シュルシェールはこれを拒否した。アメリカ合衆国では1859年に奴隷制廃止運動家のジョン・ブラウンが反逆罪で裁判にかけられ、公主刑に処せられた。1861年に大統領に就任したエイブラハム・リンカーンが南北戦争で北部を指導し、63年に 奴隷解放宣言を発した。一方、この2年後の65年には、クークラックスクランカ結成され、ジャマイカでは、ポール・ボーグルが率いる黒人の反乱事件、モラントワンの暴動が発生した。1870年に、不仏戦争が勃発し、シュル・シェールはパリに戻った。9月2日に、セダンの戦いで、ナポレオン3世が降伏し、第二帝政は終焉を迎えた。 国防政府が成立し、共和制を宣言。シュル・シェールは、パリ防衛委員会の副委員長及びパリで、結成されたアルザス委員会の委員長を務めた。1871年の総選挙では、パリの人民代表、ついで4月に、フランス領ギアナ及び再び、マルティニークの人民代表に選出された。以後、再び調査と執筆活動に専念し、 労働警察に関する、マルティニークのゲイドン法令とグアドループのユッソン法令、再び、ルイナポレオンのクーデターに関する、12月2日、パリの虐殺のほか、家族、土地、キリスト教、植民地の陪審員、マルティニークの略奪、放火、殺人の大陰謀、ナタールの黒人貿易復活、聖パウロの真実、生涯と道徳、 1880年のセネガルの奴隷制、ブラジルの奴隷制、トゥーサン・リューベルチュールの障害などを表した。ペール・ラシェーズ墓地のシュルシェールの墓また、海軍、植民地省の植民地労働委員会の委員、クレオール共済組合会長、植民地高等評議会議員を歴任し、1875年に元老院就身議員に任命された。さらに、グアドループの政治家、 ガストン・ジェルビルイコールレア氏と共に、植民地指導員が身を相関するほか、女性の境遇改善協会や、女性の権利連盟に参加して、女性の地位向上のために尽力し、ロンドンの児童養育院、共同宿泊所を視察し、初等教育の無償化、義務化について、元老院で報告するなど、より幅広い分野で重要な役割を果たした。晩年は、ウィーユに引っ越し、 1893年12月25日に死去した。翌94年1月5日にペール・ラシェーズ墓地に埋葬され、1949年5月20日にパンテオンに合祀された。私たちに、そして私たちの子孫に言い続けよう。この地球上に一人でも奴隷がいる限り、それは人類全体に対する耐えることのない侮辱である。ビクトル・シュルシェール。 ありがとうございます。